여러분안녕하세요メッチマンです。このチャンネルは2月13日にカムバックしたトリプル S というアイドルグループにその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベントもお知らせいたします。それでは本日の速報です。早速行ってみましょう。レッツゴー。まず昨日はこのような内容になっておりました。 S11 の琴音ちゃんが入居から100日が達成しました。これからの活躍にも期待したいと思います。 S14 ソヒョンちゃんの入居日が決定しました。入居日は4月18日です。夜9時半、シグナルウィークリーが公開されました。続いて夜10時にスペシャルシグナルということで、琴音ちゃんとアルテミスの4人が交流する動画がアップロードされました。続いて本日16日分の内容はこのようになっております。まず午前中にシークレットベース、4月12日に琴音ちゃんが収録した回がアップロードされました。夜9時半はサンデーセルフィーシグナルが公開されました。本日発表されたイベントはありませんでした。進行中のイベントはこのようになっております。4月22日開催のサウンドウェーブのファンサインイベントが本日で締め切りとなりますので、参加されたい方は急いで参加してください。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。